で、まあ、その彼がそれで一回引退をして、うん、で今度はアスタナっていうチームに戻ってくるんですけど、その時は勝てなくて、まあまあ、その辺もちょっと映画には細かく出てくるんですけどね、で、まあ、その後に結局最終的に、まあ、そのドーピングの話がね、お手伝いになるんですけど、まあこんなアイコンなかなかないですよね。いやー、なんていうか鮮烈すぎますよね。ものすごいヒーローで、なんかアスリーズオブザイヤーとかいろんなの撮ってるわけですよね。で当時は、全スポーツ選手の中で一番の収入っていう年もあったし、これすごいですよね。だって NBA とか、それこそミハエル・シューマッハ、F1 のミハエル・シューマッハと NBA の選手とかを超えて、ちょっと正確な額は覚えてないんですけど、数十億っていう年間収入があって、全スポーツ選手の中で一番稼いだっていう年があったぐらい、うん、で、まあ、アメリカの自転車でいうとブレック・レモンっていうチャンピオンもいたんですけど、はい、ね、その前に、うん、だけど、やっぱりこう自転車のこうアメリカ化っていうのかな、インターナショナル化って言ったらいいのか、ヨーロッパのスポーツだったものに今の流れ の、 そのアメリカらしい部分とかっていうのを、まあ、取り入れたのはランスの活躍があり、うん、アメリカ資本が入ってきたからこそ、という意味では実はそのランス・アームストロングの、まあ、存在というのは今でもそういった意味では間接に残っている部分もありますよね。まあ、その7年で劇的にいろんなことが変わったでしょうからね。だからその前からずっと見てるわけじゃないからわからないけれども、はい、やっぱりこのアメリカのあの US ポスタルっていう、はい、バーンとブルーの集団が来たことで変わったことはいっぱいあったと思う。そうですね、まあ、トレーニングの仕方から始まってそうだろうし、うん、あとランス・アームストロングはその、まあ、当時は今と違って、ワールドツアーっていう制度がなかったので、まあ、ほぼ、このツールの直前になって、ドーフィネとかに来てポポンと勝って他のグランツール出ませんみたいな、まあ、今だとなかなか難しいんですけど、そういう、ヨーロッパの選手はみんなヨーロッパに住んでますから、基本的にそれまでチャンピオンがいろんなレースに出てたりとかしてたんですけど、彼はツールのチャンピオンになってからはほとんどそういう、その前はワンデーレー、まあ、この辺も実は映画に出てるんですけど、ワンデーレーサーだったんですよね、はい、それが突然その山登りができるようになって、おいちょっと待てよって話なんですけど、そういう山登りができるようになった瞬間にもうツール一本に絞って、でアメリカの中でのツールドフランスの、なんていうか存在を知る人が劇的に増えて、そうでしょうね。それまではほとんどグレッグ・レモンがあってもこの熱狂はなかったですよね。あのグレッグ・レモンはアメリカのチームで来てたわけじゃないから、あくまでもアメリカ人としてヨーロッパでレースしてたんですよね。そうか。ところが US ポスタル、まあ、その後ディスカバリーチャンネルになりますけど、はい、この、ランス・アームストロングに関しては、うん、アメリカチームでアメリカ、まあ、ブリューネルさんという ね、 そうですね、ユネとともにアメリカチームとして来てたっていうところがやっぱり根本的に違うと思います。アメリカ代表的な感じです。もう US ポスタルって言ってるし、そうですね日本郵便的なことですね。そういうことです。アメリカ郵便ですもんね。そういうことです、うん、もうほぼそれ公営企業みたいなもんですけどね、で、まあ、それで、まあ、今もねガーミンとかそこから流れてキャノンデールとか、はい、まあ、そういうアメリカのチーム、アメリカの自転車の、会社とかも参加するようになったのは多分この時代があったからこそ、